はい、順次です。ではアイワナピーザアドベンチャー77プラス続きをやっていきましょう。94階層からですね、まあ、ボス手前まで、ラスボス手前までには、到達したいなと思いますのでやっていきましょう。でこのマップからですね、キーを押すと上下が反転するんで、ちょっとねこれ見づらいと思うんですけども、まあ、そこちょっとご了承いただいた上でやっていきましょうか。よっ、てかこれむずくないか、これかなりむずいんだけど。としたらこれもう押しっぱなしでこうやっていった方がいいのかな。そうね、あ、行けるところまで押しっぱなしで行った方がいいかもしんない。そうね、そういう立ち回りの方が、あ、いいかもね。ほ、うわむず。そうね、これもう押しっぱなし戦法で極力いかないと、さすがにこれ厳しい。うわ怖っ。あ、でもなんか慣れてきたかな、このやり方に。ほっ、よし。んでここはこうして、よし、ま、待って、びっくりした、今ふわっと動いたよね。ここセーブないんだ、マジでこれ。うわ、うわ、待って待って、あ、しまった、どんなことしちゃったの今。うわー、なんか一回戻ろうと思ったけど戻りきれなかったというね。スイスイと行っちゃいましょうか。でこの辺からはよっと、もう暗闇のマップを攻略してるかのように、よし、感覚で行こうか、感覚で。ここもよし、これだ。待って、うわこれむずいな、どうしよう。待って、どうやってここれ、よし、これだ。待って、怖い、これちょミスりたくないよ、本当にこれミスりたくない。飛んで、よし、で待って、行くよ、ターンターン。嘘でしょ、マジで、ちょっとそのミスダメだって、もうなんでミスっちゃう。オッケー。で上下反転でこの斜めはちょっときついですね、正直。もう結構ここ8割方当たるんで、さすがこれは厳しい。よよし、来た。でもう一歩行くと当たっちゃうんだよね。でも行くしかないか。反転するけど、よ、あー、もう当たっちゃう、ダメだ、きっつい。ここちょい、よし、でいくよ。ほっ、オッケー。これちょっとミスんなよ、おい、頼むぞ、私とキッド君よ。これもう一歩いけないね。タンタン、ちょっと嘘でしょ、マジで、もう何度ミスってんのここで。よしよしよし、オーケーだけど待ってね。よし、いくよ。ほっ、オッケー、頼むよ、もう何度目よ、こんな難しくないでしょ。いくよ、タンタン、よし、来た、鬼畜すぎる。んで、あ、ここ中間あるね、あ、中間あるのは嬉しい。んなので反転させといて、なんか進め方はなんとなく分かってきたんで、こういう感じ。よしよしよし、で上下、うわー、まあでもここはいけそうですね。で持って反転からのちょっと行って、あ、待って、こう空中上下か、そういうことか、感覚でいくか。じゃあ、ほっ、あー、まあいい感じ。これ何事も反転始まりで入ってった方がやりやすいですかね。だから一回反転にして、でこの空中上下もよ、行くと、よし、来た。そしたらここも同じね。待ってね、反転始まりで行くんだけど、ちょっと待って、どうなってたっけ。そこか、行くよ。よし、そんな難しくない。でここも待って、これどうなってる。ワンジャンプぐわって、そこでワンジャンかけて、左か、 OK、 行きますよ。ほっ、あ、嘘、先っちょに当たった、マジか、悲しみ。これかなり難しいな、ちょっと待って、これどんな難易度なのこれ。よし、来た。そしてもう一歩、よし、来た。これ行くよ、来た。え、嘘でしょ、え、罠あんの。ちょっとそれやりすぎだと思いますけどね、これ。こうあ、でもそこまたげばいいのかな、どうなんだろう。クワックワッといって右側に着地すれば比較的やりやすくはなるのか。いや、これね、思いのほか難しい。いけると思ったんですけど、この反転っていうか、まあ、上下反転はかなりやりづらくなりますね。
いや、あそこの罠はちょっと厳しいな。これ見てる方もそうだと思うんですけど、この上下がねガンガンこう反転していくのって、見ててもそうでしょうけど、プレイしてても結構これねストレスになるんですよ。だからそこを持ってちょっと、もうちょっとこの難しいの質を変えていただきたかったなとは思うんだけどもね、なかなかそこは難しいところ。そしてここ、あー嘘、待って、それで出ちゃうってことは、どうすればよかったんだ今の。どうしよう、どうしていけばいいんだこれ。やっぱり、そこで、超えた、よし、来た、これもう絶対ミスんなよ、本当に。これミスったらダメだからね。いくよ。待って、怖い、むっちゃ怖いんだけど。よし、来た。なんだここ。この区間むっちゃ難しかった。最初いけるなんて言わなきゃよかった。すんごい時間かかったぞ、これ。よし、そしたら、この先か。パッと見はね、そんな難しそうに感じないんだけど、実際やってみるとかなりカオスっちだから、そこは覚悟していくしかないんだが、でも、待ってね。いける。9来た。こういう罠だったら、まだ可愛い。よし。ほっ。でもって、9。よし。そして、ここどうだろう。また、感覚的には結構いけそうな気すんだけど、どうかしら。ここもそうね。うまく活用していけば、いける。で、ここもそうね。淡々とちっちゃく飛べば、何も脅威ではないので、淡々。しまった、この状態でも変わるんだ。ちょっとした豆知識。おー、スイスイ来れるようになってきたぜ。んでもって、よし。ここは、距離合わせて、ほっ、来たね。んで、よし、来た。で、ここ、ターンでいけるか、ターンで。そんなこれ、いやー、でもちょっとむずいな。よし、来た。おー、肉感目、最終区間、そんなに時間かかんなかったです。これ何これ。今度回転すんの？いやー、待って。待って。これ、でも、なるほど。左回転、右回転か。キーを押した方向に回転していくね。で、セーブあるか。そういうことか。でも、これは、うまく立ち回っていけばいけるから、ちょっと画面見切れちゃうのが、またちょっと難しいですけどもね。いろんな発想を試したくなるっていうのはわかるんですが、これちょっと、いやー、これはちょっと待って。これむずいなー。多分、見られてる方、ご視聴されてる方、結構これ、見づらいと思うんですけど、プレイヤーの私もすごくこれ、やりづらく、なので、ちょっとこれは、結構カットを多用するかと思います。今までもそうだったと思いますけども、はい、やっていきましょうか、このステージを。こうして、うわー、これは、ちょっとやらしいぞ。これがまず難しい。この微調整。きた。で、ターン。よし。で、これね。いや、待って。これ、きつい。上いける。よし。これで、ほっ。オッケー。で、上下か。どうなってる？待って、これ。いい感じ？なんかあんまり進む。いくよ。これちょっと難しい。多分ミスる。この距離。いくよ。ほっ。よし。で、これも、いやー、待ってね、これ。感覚でいく？よし、なんとか来れてる。でもこれ戻るな、右押したら。なんだこれ、仕様変わった？なんか途中から仕様が変わった感じがする。いっか。それはそれでラッキーなんで、淡々よ。淡々。よし。もう2回しか動かない。回転しなくなった。これラッキー。これは何でしょう、意図しないものなのか、ちょっとそれは分からないですけど、
これはラッキーだぞ。いや、ただこれ待ってね。これむずいな。こっちで行くか。よし。そして次も、おっと、よしよし、セイバル。よし、これだ。あ、後半の仕様変更のおかげで、だいぶやりやすかった。ここが回転してたら、多分むちゃくちゃ難しかったと思いますね。よしよし、行きましょう。さあ、ここが羅生門始まりの、あ、また回転し始めたぞ、これ。また回転し始めた。ぐるんぐるん来始めた。そして、ここ。これ待ってね。こうなってますね。正しい位置で見るとこうなってます。これを、この回転バージョンで、繰り出していかないといけない。それが、難しい。うわーもう、今みたいな感じでちょっと感覚でいくか。あれ、それとちょっと今一つ思ったんですけど、ゴール前って、どうやっていくんでしょうね、あれ。ワンジャンプ使ったら針があるから、いけないよね。なんかギミックが起きてくれんのかな。ギミックっていうか、針動いてくれんのかな。でもそうでもないとこれいけないと思うんだけど、まあ、とりあえず、あー待って、そもそもそこが、ここが難しい。突破できない。ぐわっといって。あ、よし、これでいっか。今の方法でいこう。あ、また、針あった。なんか針あったな、今。嘘、ミスったか。ひょ、そして、待って。どこでいく？これでいっか。あ、ここで、こういく。よしよし。だいぶ上がってきた。あれ、でも、針あった？あ、落ち、多分罠だな、これ。違うか。あ、そうだ、罠だ。よしよしよし。で、ちょっとこれ、若干どころか見づらいですが、よ。でもって、ここは、針に近づけないか。もう一歩って感じかな。こんな感じか。で、一回、ターン。よし。で、次、ここね。ここがどう動くか。ワンジャンプじゃ絶対いけないんで、ツージャンプ使うけど、下にブロックないんだよね。それが、どう、とりあえず飛びます。ほっ。また、そもそも落ちちゃった。クズ、あ、落ちちゃった。当たっちゃった。うわぁ、もったいない。罠誘発。でもって、こっちまで来る。まあ、だいぶ慣れてきましたが、このぐるぐるゾーンはさすがにちょっと難しい。ターンでいく。OK。で、また回転し始めちゃうから、うまくバランスを、間合いを取って、これでいくよ。よし、来た。あ、立てるんだ。よしよし、立てるんなら OK。で、ちょっと飛ぶ。OK。来れた。うん、まあまあ、いい感じでした。よしよしよし。まだ続くのか、このぐるぐるステージ。ちょっと待って、このマップ難しくないっすかね、これ。これって、うわー。で、またぐるぐるでしょ、これ。これセーブないんですよ。ないよね。ないね。うわー、これ。ちょっと行ってみよう。とりあえず行ってみよう。これ。いや、このマップちょっと待って。難易度、うわー。ちょっと、まずここが、あ、行った。そして、うわこれ、回らなければ、でも、ちょいむずいぐらいですかね。回らなかったとしても。それが、これ、回りつつ、セーブなしって、ちょっと、これは、うわぁ、来れてる。一応、来れてはいるけど、本気っすか、これ。本気。いけてる。で、この空中上下。多分ちょっとエンコードの関係で針が見づらいとは思うんですけど、これ空中上下ですね。空中上下。それ突破。いや、そうなるよね。感覚。これまたくる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 。回転スタイル。ほっ。よし。ここがね、ここがほんと難しい。ここが、いや、待って、これほんと難しい。うわー、どうしよう。で、このね、空中上下が、ここがね、いや、ほんとに難しくて、で、行き過ぎてもいけないんで、ただそこから先は、上の斜めはむずいんですけど、それだけかな、とは思うんだが、よっ。いや、待って、ほんといけないぞ、ここ。これ、まさかとは思うけど、罠とかないよね、初見殺しの。
ここでの罠はちょっとさすがにその心地よく受けられるっていう状況ではないんで、この激しい回転の中でね、頼むよ本当に。よいしょ、いくよ。来た。あ、嘘。あんま行き過ぎた。まあこうなるよねやっぱり。そうか、空中上下だと斜めか、それがネックかな。そこぐらいなもんですかね、難しいのは。よっ、来た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 ぞ。ちょ待って、そうなってんのか。またちょっとほんと難しいなこれな、途中でもうちょっとこれアクセルさん、よしよしよし、初めてこれだ。あ、これ、あ、やっぱり反転すんのか。これ回転しますね、これ回転。ちょっと待って、これ厳しいのだが、かなりよ。これここでよし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 、いいぞ。これもうミスりたくないんだけど、本当にこれかなりこれむ、ちょっと、いや狭い。いや、これは多分当たるかな？いけるかな？よしよしよし。さあ、ここなんで、ここ。ちょっと待って、今、20分ぐらいやって、やっと1回来れたんだけど、これ。これ、ちょっと難易度。まあ、いっか。ここ、なんですけど、ん？あ。あ、やっぱ回るか。前回のマップのように、ちょっとこう、修正は入らないか。いいでしょう。で、あ、ここが、ここがね、どうやってこう、ぐわっといって、ぐわっといって反転しちゃうよね。ぐわぐわ、いきます。あ、これだこれだこれだ。これはいいぞこれはいいぞ。これ、ちょ、ほんとミスんなよこれ。こんなチャンスない。千載一遇のチャンス。いくよ。これ思いっきり飛んで、多分下ブロックあると思うんで、まだ見えない。よしよし。んで、で、待って待って待って、これ、うわ、見えないんだが。え、きっとく見え。あ、でもこれ大ジャンプすればいいか。もう。うん。ちょっとこれで、ちょまちょましてって当たっちゃうのは絶対ダメだからね、これ。あー。どうしよう、これ。思いっきり飛んでみますよ、じゃあ。ターン、ターン。よしよし。で、そこブロック。あ、ブロックあるね。ってことは、あとはタンタンが成功すれば終わり。タンタンが成功すればこのマップクリア。タンタンが、頼むよ。おい、ほんと頼むよ、これ。いくよ。よしよしよし、来た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 、やっと終わった。あの階層。わあ。あ、で、ここはまた傾きマップのようですね。まあ、これだったらまだまだ大丈夫大丈夫。徐々に回転していくし、まあ、癖はね、なんとなく掴んでいるので、大丈夫でしょう。いや、さっきのマップはね、これ、一般公開されるんだったら、なんかちょっと変えた方がいいとは思いますね。うん、それはほんと強く思います。はい。はい、ということで、もう本当に鬼畜だった今回のパート。もうヒヤヒヤというか、正直ね、楽しむような心の余裕はほんとなかった。というようなパートでした。まあ、次回は傾きなんで、まだ慣れも相まって、余裕を持ってやっていける気がします。はい、頑張っていきたいと思います。ですね。はい。では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。